国際司法裁判所が置かれている平和宮南極海捕鯨事件とは日本による第2期南極海ゲイ類捕獲調査の国際法上の是非をめぐって2010年5月31日にオーストラリアが日本を国際司法裁判所に提訴した国際紛争である。日本が国際司法裁判所の紛争当事国となる初めてのケースであり、 3年間に及ぶ提訴内容の調整を経て2013年6月に口頭弁論が開始された。2014年3月31日に本案判決が下され裁判は終了した。その内容は日本にとって全面敗訴に等しいものとなった。ミンククジラ。1982年に国際捕鯨委員会で商業捕鯨モラトリアムが採択された結果。 1985、86年、捕鯨シーズンより、大型クジラ類の商業的捕獲が禁止された。日本は米国からの圧力により、異議申し立てを取り下げた一方、国際捕鯨取締条約第8条では、調査を理由に捕鯨が認められていると解釈し、道場に基づく特別許可を1987、88年、捕鯨シーズンから発給し、 南極海での調査捕鯨を開始した。初年度の1987-88年シーズンには、ミンククジラ300頭の捕獲枠を設定し、1988-89シーズンから1994-95シーズンまでは、毎年330頭、1995-96から2004-05シーズンまでは、毎年440頭に、 捕獲枠を増加させ、計6795頭のミンククジラを捕獲した。2005-06シーズンからは、新たな計画ジョルパ2が開始された。ジョルパ2では、ミンククジラの捕獲枠を935頭に倍増させた上で、ナガスクジラ10頭の捕獲枠を、新設2007-08シーズンからは、ナガスクジラの捕獲枠を50頭に増加させた上で、 ザトウクジラの捕獲枠50頭も新設して規模を拡大した。なお、ザトウクジラについては、反捕鯨国の世論を考慮して、捕獲枠を維持したまま捕獲を延期し続けた。2007年、IWC では南極海の特定海域で、クジラ類を死に至らしめるような調査捕鯨を一旦中止するように本に求める決議が採択されたが、日本はこの後も調査捕鯨を継続した。 2007年オーストラリア連邦総選挙では日本の調査捕鯨に対して法的措置を取ることを公約に掲げたオーストラリア労働党が勝利した。同党は選挙後に日本に対する法的措置を念頭に置き外交、交渉を開始したがこの交渉が決裂したことを受け2010年5月31日日本を国際司法裁判所に提訴した。オーストラリアが主張する 国際司法裁判所の管轄権は国際司法裁判所規定に従った両国の選択条項受諾宣言に基礎を置いている。以下両国の管轄受諾宣言を外説する。両国の宣言中に言及される国際司法裁判所規定第36条2を以下に引用する。この規定の当事国である国は次の事項に関するすべての法律的紛争についての 裁判所の管轄を、同一の義務を受諾する他の国に対する関係において、当然かつ特別の合意なしに、義務的であると認めることを、いつでも宣言することができる。A 条約の解釈 B 国際法上の問題、C 認定されれば国際義務の違反となるような事実の、存在 D 国際義務の違反に対する賠償の義務の、性質または、範囲。 国際司法裁判所規定第36条2条期、国際司法裁判所規定第36条2に基づき、同一の義務を受諾する他の国に対する関係において、原告国オーストラリアには宣言を行った他の国を一方的に国際司法裁判所に提訴する権利があり、被告国日本には宣言を行った他の国によって、国際司法裁判所に紛争が付託された場合、 裁判所の管轄を受け入れる義務がある。ただし両国ともに相手国と他の紛争解決手段について合意をしている場合については裁判所における義務的管轄を除外しており、ワシントン条約に関する紛争の外交交渉が決裂した場合には常設仲裁裁判所に付託することを定めたワシントン条約第十八条が国際司法裁判所における義務的管轄を除外する。 両国の合意を構成するかが争点となる。両国の公式の主張をいかが説する。日本の調査捕鯨の模様をオーストラリアの主張日本の主張オーストラリアが主張する南極領土、オーストラリア政府代理人、弁護人、フィリップ・サンズ教授日本政府代理人、弁護人専門家として、以下の各人が国際司法裁判所に専門家としての意見を述べた書面を提出し、 法廷で証言を行った。日本側は、和ー教授のほかワシントン大学名誉教授のジュディ勢の意見を、オーストラリア側に対する反論書として提出したが、国際司法裁判所は、手続き上の問題を理由に証拠として、採用しなかった。2013年6月26日、国際司法裁判所において、口頭弁論が開始された。 26日から28日まで、オーストラリア側が、自国の主張を行い、翌週7月2日から4日にかけて、日本側が弁護を行い、翌々週の8日から10日にかけて、オーストラリア側が、日本の反論を踏まえ、自国側主張を述べ、これを受け15日から16日に、日本側が再反論を行うという形式で、進められた。このように審理は、 双方が一周交代で自国の立場を主張するという形で進められ、双方の代理人、弁護人間での反対尋問は行われないが、専門家証人に対しては、相手国側が反対尋問を行うことができる。国際司法裁判所の公用語は、英語、フランス語である。オーストラリア側は、ジュネーブ大学教授ロランスボワソン・ド・シャズルネ以外は、すべて英語で発言。 質問、答弁を行った。他方日本は、オックスフォード大学名誉教授ボーンロー氏及び、エジンバラ大学教授アラン・ボイル氏といった、英語研出身の弁護人以外は、概ねフランス語を中心に陳述、答弁を行った。以上の裁判の模様は、国際司法裁判所ウェブサイトで動画を閲覧することができる。判決は、 2014年3月31日現地時間午前10時に下された。判決はまず、フランス語で、冒頭部分が、ついで英語で、トムカ裁判長が読み上げた。ICJ には管轄権がないとの日本の主張について、欧州は、管轄権受諾宣言で例外扱いしているのは、欧州と他国とが、海域の一部について相互に、自国の領海あるいは排他的経済水域もしくは、 大陸法等であるとして争っている場合に限られ、日本とは、こうした争いがない以上、この例外は当てはまらないと主張していた。ICJ は、欧州の主張を認め、16人の裁判官、全員一致で、日本の主張を退けた。オーストラリアは何が、科学と呼べるかについて、仮説の存在等を挙げていた。これに対し ICJ は、 これらは確かによく練られた科学的調査の基準かもしれないが国際捕鯨取締条約の解釈に資するものではないとし、欧州側の主張を却下した。ICJ はオーストラリアの主張を認め、科学許可発給は各国の判断のみに委ねることはできないと判事した。ICJ は捕獲調査の実施自体は条約違反ではないが、七指的な方法を用いて、 調査目的が達成できるかどうか検討しなければならないという決議等が日本も含めコンセンサスで採択されていること。日本自身も補殺は科学的に必要な程度以上には行わないとしている点を指摘し、日本が引き指摘方法について必要な検討を払った証拠がないと判断した。ICJ は捕獲等数の算定基準が透明性に駆け下り、 サンプル数はあらかじめ決められており、これに基づき調査期間と変化率を後付けしたとの合衆の説明の方が説得力があると判断した。ICJ は実捕獲等数が当初計画を下回っていることについて日本側の主張する船舶の火災や CC シシパードの妨害だけでは説明できないと判断した。ICJ はジョルパ2に関し広い意味で 科学的研究と特徴づけることができる活動を含むとした一方、調査計画及び調査の実行が初期の目的を達成することに関して合理的であることを証明し得なかったとし、ジョルパ2の捕獲許可発給が条約第8条1項に規定する科学的研究を目的とするものではないとの結論を下した。ホモア判決を受け、鶴岡工事日本政府代理人、 菅義偉内閣官房長官、岸田文雄外務大臣はそれぞれ談話を発表し、判決の内容に失望しているが、判決自体には従う旨を述べた。安倍晋三首相は報告のため首相官邸を応報した鶴岡浩二日本政府代理人に対し、非常に残念で深く失望しているが、判決には従うと述べるとともに、日本の主張が法廷において認められなかったことについて、 鶴岡代理人を厳しく叱責した。この事件の敗訴を受け、日本政府は2015年10月に海洋生物資源の調査、保存、管理、または開発について国際的な紛争が生じた場合には他の特別の合意が存在しない限り、国連海洋法条約上の紛争解決手続きを用いることがより適当であるとの考えに基づく宣言修正を行っている。 ありがとうございます。